皆さんこんにちは。本日は自宅でできる股関節のトレーニング、これを紹介していきます。さあ今回は自宅でできる股関節のトレーニングです。こう寒い日が続くと寒くて走れないであったりとか、そもそも雪が降って走れない、そんな日々続きますよね。なので本日は寒い日でも雪が降っていてもしっかりと体を使える股関節のトレーニング、これを一緒に行っていきましょう。オフの日であったりとか、走ろうと思ったけど走れなかった日、その日に最適なトレーニング用意しております。まずは股関節の仕組み復習してから始めていきましょう。股関節のトレーニングで鍛える筋肉は3種類、腸腰筋、お尻、そしてハムストリングス、この3種類をしっかり鍛えていくのがポイントです。今お伝えした3つの筋肉は走っている時にアクセルになる筋肉ですね。なのでこの3つを日常的にちゃんと鍛えておくことによって、走っている時もちゃんとこの筋肉が働きやすくなります。ここで大切なことというのは、普段から股関節周りをあまり使えていない方がトレーニングをしっかりすることによって、走っている時も股関節の筋肉、これが働きやすくなります。そして普段から股関節周りをしっかり使って走っているよという方は、普段からちゃんとこの周りの筋肉を鍛えておくことによって、股関節周りが疲れにくくなってくるんです。特に圧迫手術が普及したであったりとか、こうやって情報がたくさん出回るようになって、皆様の頭の中にも股関節を使った方が速く走る、こういった考えが一般的になってきました。なので僕の周りの方もスピードが上がったよであったりとか、股関節周りを使って走れるようになった、こういった意見たくさんいただくんですね。ただしこの時に股関節周りの筋肉が弱いと、そもそも圧迫手術をうまく履きこなせなかったりとか、股関節を使って走ってもすぐに疲れてしまって、これが怪我につながっている方すごく多いんですね。なので手術や情報、これをうまく使いこなすためにも、今ランナーたちは股関節周りを強化する、これがね必須になってきているんです。箱根駅伝優勝された大山学院大学の皆様もすごく筋力トレーニングを頑張った、特に下半身、股関節周りのトレーニングを頑張ったという情報は出てきています。なので今日は今から一緒にね、股関節周りのトレーニング頑張っていきましょう。ガチでやるとね、結構ハードなラインナップです。一緒に頑張っていきましょう。共同投手もできますから無理せずにね。はい、それでは始めていきましょう。まずは股関節周りしっかりほぐしてから始めていきましょう。仰向けに寝転んでいただいて、ではまず足を上げて股関節をぐるぐる回していきましょう。これをね、片足30秒行っていきます。まずは股関節周りしっかりとね、動くようにしてあげます。動かすようにしてからトレーニングを始めていきます。これでね、股関節周りちょっと温めていきましょう。動かしながらほぐすことで運動の準備もちゃんとできます。片足を30秒回します。あともう少し。 OK、 では足を入れ替えましょう。このまま足を入れ替えてここから回します。回しにくいなと思う方は入念にね、しっかりと回してあげても OK です。さあ、ストレッチ中、トレーニング中もね、できるだけ呼吸を止めないようにしていきましょう。それをね、必ず頭に入れながらこのね、トレーニングを行っていきましょう。ちょっとハードめのラインナップかもしれません。無理はしないでくださいね。はい、OK です。では始めていきましょう。まずは足の付け根、腸腰筋のトレーニングから、両足を持ち上げて、このまま片足を交互に下ろす、下ろす、下ろす、これを30秒行っていきます。さあ行きましょう。ここからです。足の付け根から上げる、上げる、上げる、上げる。まずは股関節のウォーミングアップだと思ってください。そんなにきつい種目ではないです。呼吸を止めずに足の付け根から動く意識です。そう、目線をしっかり上げてお腹に軽く力を入れてあげましょう。足の付け根、足首の力できるだけ抜けましょうか。あと5秒です。4、3、2、1、 OK です。ではこのまま次は足を伸ばします。足を伸ばした状態から片足下げて上げる、下げて上げる、これを15秒15秒で30秒行います。片足15秒、足の付け根から大きな動きを意識します。腰を反って痛いなという方はお腹に力を入れましょう。足を入れ替えます。ちょっときつすぎるなという方は膝曲げて行います。いける方はしっかり膝伸ばしてお腹に力を入れましょう。足の付け根からちゃんと上に持ち上げます。はい、 OK です。では次は横を向いていただいて、お尻のトレーニングを始めていきましょう。このままお尻を上に横向きに寝込んで、上下、これをね、片足30秒行います。
足の付け根から上に持ち上げて、お尻の筋肉をしっかり使います。腰ね、なるべく反らないように常にね、お腹には軽く力入れておきましょう。お腹の力抜かないでくださいね。あー結構きつい。お尻のね、外側が熱くなってきたら大成功。はい、 OK です。では足を入れ替えて反対側です。呼吸を止めずに、では反対の足始めていきます。ゴー。では枕もしくはね、少しこうやって起こしてあげた方がちょっとやりやすかったりします。大事なのは腰を反ったりとか体丸くならないこと、お腹にちゃんと力を入れておきましょう。お尻の外側ね、熱くなってきます。苦手な方はね、入念にやってあげてくださいね。あともう少し。よし、 OK です。では次は仰向けに寝転んで、お尻ハムストリングス両方鍛えていきます。まずは仰向けに寝転んでブリッジのトレーニング、お尻を上にアップダウン、これをね30秒いきます。動き正確にする、そして正確な上で少し早く行う、これすごく大事です。正確に行う、そして速くするです。ポイントはお尻や裏もも、ここの筋肉をしっかり意識します。やってるとね、ちょっとハムストリングスつりそうとかいう方もいらっしゃいます。OK、 ではここからちょっとハードにいきますよ。少しハードなので、肘もしくは手首ついて、ここからお尻を上に持ち上げます。そしてこの状態から1、2上げましょう。きつかったら肘をつきましょう。お尻上げてこのまま1、2、30秒いきます。踏ん張ってる足のお尻ハムストリングス、そして動かしてる足の腸腰筋ですね、すべて鍛えます。腰が丸くなって落ちすぎたりしないように、お腹に力を入れてこのまま上下。よいしょ。きつい。はい、OK です。しゃべって言えないぞ。 OK、 じゃあ次足を入れ替えましょう。苦手な方の足はね、本当にやりにくいからね、上に上げて、きつかったら肘ついて行いましょう。 OK、 お尻上げていきましょう。ここからスタート。よいしょ。そう、呼吸止めずに、で歯を食いしばったりとかぐーってならないように、できるだけリラックス。あと15秒。上に押すとお尻や裏もしっかり働きます。押せそうだったら押しましょう。あー、きつい。あともう少し。はい、 OK。 今までね、ちょっと手首痛いなーとかなった方は肘ついて行います。そしてそれでもきついよという方は寝転んで行うと OK です。よし、では次はうつ伏せに寝転んでマウンテンクライマー、手は肩の下について足を伸ばします。このまま足を交互に1、2、1、2、腸腰筋とお腹しっかり鍛えていきましょう。では5秒前、4、3、2、30秒いきます。きつい方はこうやってゆっくり、もう動かすの無理っていう方はここでキープでも全然 OK。 少しずつスピードを上げていくと腸腰筋やお腹がしっかり働きます。うわ、そう、動きは正確に正確に行います。はい、 OK です。よし、 OK。ではラスト立ち上がってスクワットいきましょう。 OK、 最後はスクワットです。さっきまで使った筋肉まとめて一気に使って50秒間スクワットいきましょう。両手胸の前で、つま先ちょっと外です。お腹に力入れてお尻をズドンと落としていきましょう。それではいきましょう。 GO。 背筋まっすぐでお腹に力入れましょう。ポイントはお尻を下に落とす、目線まっすぐね。早くやるんじゃなくて正確に行います。ランニングフォームをね、
正確さが命でしょ。がむしゃらにやるのじゃなくて、正しく一回一回力を込めてスクワットに感謝を込めましょう。あ、きつい。これね、一回取ったんですけどミスって二回目なんですよ。あ、きついぞ。あと5秒です。さあ呼吸止めずに最後まで笑顔で。はい、OK。 あー、 OK。 お疲れ様でした。ナイストレーニングです。軽く足を振って OK。 これで股関節周りのトレーニング終了です。お疲れ様でした。皆さんいかがでしょう。結構ハードなラインナップですよね。結構この周り熱くなったら大成功です。かなりきついトレーニングになってますので、まあ、毎日というよりかは、あ、走れなかったなーであったりとか、休息日の時に何かちょっと股関節周り鍛えたいな、そういう時に使っていただければめちゃくちゃいいこの周りのトレーニングになります。週に2回ぐらい定期的にやっていただくことで、股関節周りの筋肉しっかり強化できて、そして強い股関節作れますので、ぜひね、このトレーニングきついですけど習慣にしていただければ、皆さんの怪我の予防、そしてスピードアップにつながっていきます。はい、本日の質問はですね、高山さん、レース前のピーキングってどうしてますかという質問ですね。ありがとうございます。あ、股関節が痛いです、すいません。はい、答えていきます。僕の場合なんですけども、僕は2週間前までは通常の練習をします。普通に強度も距離もそのまま走ります。まあ、30キロとかも2週間前は入れますよってことですね。で、僕は2週間前からもう調整に入るんですけども、2週間前からは強度とかその頻度はそのままですね。練習の日にちとか、あとは練習のペースですね、はそのままで、距離を半分にします。もう30キロを走らずに15キロまでにしたりとか、まあ15キロのペーランをしてたらペースをですね、飛ばしたら7キロまでとかにしますね。なので距離を半分にして強度は保つっていうイメージですね。で、さらに1週間前やりたら、さらにその半分にします。距離も、まあ7キロとか6キロまでに変えたりとか、あとはスピードを上げるのも2キロとか3キロまでにして刺激を入れるっていう感じに変わりますね。なので、まあまあ、ちょっと本で見たんですけれども、ピークの持って言い方なんですけども、距離を増やすとやっぱり疲れはたまるんだけども、強度を落とすとまたパフォーマンスが下がっていくっていうんですね。なので強度は落としたずに、距離のペースとかは変えずに、距離を落としていきながら疲労を抜きつつ、体はしっかり作り上げているっていう方法でやってますね。で、あとはまあサプリメントとかも1週間前と2週間前とかしっかり取り始めて、1週間前からはちょっと食事もクリーンにするよっていう感じですかね。なので、まあ分かりやすく言うと、2週間前から調整に入って、でどんな調整かっていうと、距離をどんどん落としていく、強度は保ったままというところですね。まあ、結構強度を保つんですけども、距離が短いから気持ちも楽になりますね。で、まあどっちかというとコンディションメインなので、あまり無理もしなくなりますね。まあ、調整方法とかね、本当にいろいろあるんですけども、結構自分に合う、まあ、食事と一緒ですね。自分に合うというか、自分に合っているその調整方法っていうのを見つけるのが一番かなと。僕はね、ずっとこれでやってて、まあ、今のところうまくいってますので、この方法でやってますので、まあ、参考にできるところは参考にしていただいて、ね、あとは自分でうまくいっているところはうまく取り入れながら、残しながら、まあ、いろんなところのいいところを取り入れて、まあ、いいとこ取りしながらね、自分なりの調整方法っていうのを確立していくのがいいんじゃないかなと思います。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント、動画を作る励みになっております。今日の動画も参考になるところあったなと思ったら、ぜひともね、高評価ボタンよろしくお願いします。そしてコメントにて質問疑問などありましたら、ぜひともね、コメント欄によろしくお願いします。 LINE 公式アカウントでは練習会やイベント、こちらの情報をね、メインで配信しております。最近イベントね、呼んでいただいたりとか自分で開催すること多くなりましたので、こちらをね、優先に情報を流しておりますので、ぜひともね、 LINE 公式アカウントも登録よろしくお願いいたします。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画も参考になったけど、まだチャンネル登録をしていなかったなという方、これを機会にポチッとよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンをシェアしていただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。